はい、レオンテネルです。よかった、再販されてました。先週の月曜日発売の食玩ウルトラメダル01弾、人気すぎて近くのスーパーとかコンビニで完売しまくりだったんですが、今週の月曜日に他の食玩を買いに行ったら再入荷してましたので、それで前回 1,2,3,6 番しか手に入れられなかったんですが、残りの4,5,7,8、ウルトラマンとしてはマックス、ネクサス、ジュネス、さらにタイタス、フーマがあればトライストリウムになりますよっていう風にコメントで書いてありましたので、それ鳴らすのめっちゃ楽しみなんだけど、他にジュネスとかマックスで鳴らせそうなサウンドとかとりあえずなさそうだもんね。ってことで残りの4つプラストライストリウム鳴らしていきましょう。てか2週にわたってしっかり入荷するってやっぱり人気アイテムですよね。はい、まずはネクサス、ジュネス、姫屋さん、横顔イケメン、ジュネスブルーも出るのかな。やっぱでもジュネスだよね、優先されるのは。そしてウルトラマンマックス、最速のウルトラマン。横顔、なんか普段はちょっとセブン系の顔が目立ちがちだけど、横顔もこんなイケメンなんだな。そしてウルトラマンフーマ、あの特徴的な3人の中でも結構特徴的な変身音でしたが、それがZライザーで鳴るってことですよね。さらに力の賢者タイタス。じゃあまずは単体音声フーマを聞きたい。フーマ、いいね。で、やっぱ風魔ボイス、あーみたいなサウンドになりますね。さらに必殺。そして、タイタス、単体サウンド楽しいな今回。タイタス。これもおなじみって感じですね。必殺。で、こっからさらに、じゃあ前回レビューしたタイガも合わせて、トライスクワッド合体状態のトライストリウム鳴らしてみましょう。いけるんだよね。おー、この並び。3人チームだからこそのこの並びいいな。トライストリウム。そして通常なら3枚読み込むと正式なタイプチェンジ以外はそれぞれの変身音が鳴って終わりなんで、3連続で今回はちゃんと3つ読み込むことでタイガトライストリウム最強フォームの変身音鳴ったし、すげえ。今後オーブオリジンプラス他2枚でタイプチェンジだったりとかジードプラス他2つで様々な変身音とかそういうのが鳴るってことだよね。必殺
ここでもサウンドが変わるわけか。じゃあ残りのジュネスとマックスいきましょう。まずはマックス。言い方かっこいい。まあ、この辺もウルレプ化してますもんね。必殺。あ、マックスは割とさっぱりめかな。じゃあ最後、ジュネス、ネクサス。ネクサス、ジュネスってことはやっぱブルーも出るんだな。なるほど。これは姫屋さんのカードとか欲しい。顧問隊員とか。必殺。って感じでございます。これで、やっと、前回入手できなかった4枚ゲットできてよかった。てか、いろんな組み合わせの可能性を考えたら、食玩ガチャポンも含めて取り逃せないので、2段以降も取りこぼしがないようにゲットしていきたいと思います。そうだ！あと、一瞬で店頭から完売したヤマダ電機限定バージョンのウルトラマン Z オリジナルソフビを手に入れましたので、せっかくですから確認しましょう。僕もヤマダ電機で次の日行っても余裕だろうと思って、発売が7月6日とかだったかな。で、確か7日とかに行ったんだけど、全然売ってなかった。店員さんに聞いたらもう初日の朝にもう速攻全部なくなりましたよっていう風に言われて、めちゃ人気だね、ウルトラマン Z。っていうかヤマダ電機限定ってなかなか近くになくって買いに行けないっていう人もいると思いますが、確かに本体カラーが通常の Z とだいぶ違う。というか、ウルトラマンショップ限定みたいなカラーリングになっておりますが、こっちが普通のオリジナルで、比較すると、まず、タグに関しては、モノクロになってて、スペシャル限定の文字、ナンバーは消えてますね。ウルトラマン Z オリジナルスペシャルカラーバージョンで、そしてありがちなクリアラメボディの変化ですね。これはウルトラマン系のイベントでよくありますし、クレーンゲームとかプライズ限定でこういう装備もちょこちょこ存在してますから、特に真新しさはありませんが、色が変化していると。造形自体金型は共通ですが、通常青ボディなのが水色で銀ラメが入ってて、塗装とかは省略されてるんですけど、よく見るとモールドはしっかりと入っております。なので要は空張りでスペシャルカラーバージョンって感じですね。よりクリアボディが目立つような手法で、定価は確か通常版と変わらず600円ぐらいだったような気がします。シルバーの発色の良さとかも変化ありませんね。ただこの限定ソフビにウルトラメダルがつくとかそういうこともありませんので、本当にソフビがクリアカラーに変わってちょっと特別感がありますよっていうだけですね。まあそれでもウルトラマン Z ドハマりする僕としてはこれ嬉しいな。できれば限定メダルとかね、1枚ぐらい付属してても良かったのかなとは思いますけど、もともとがブルー系なので非常にクリアブルーと相性が見た目いいですね。限定品なのでタグは外したくないんだけど、こういう風にゼロマントとかはめることもできますね。やっぱ青系合う。以上、ウルトラマン Z 食玩ウルトラメダル01の後半と、ヤマダ電機限定のウルトラマン Z オリジナルスペシャルカラーバージョンの紹介でした。